い、どうも、ゼヌダルクです。というわけで、今回は PS4 で新しくリリースされた、ビヨンドエネミーラインズ2、早速ね、実況プレイやっていきたいと思います。こちらのゲームは以前私が PC で紹介したゲームでして、1年ぐらい前かな。まあ、それが海外の PS4 の方で新しくね、10月ぐらいからリリースされたということで、まあ一応ね、こうトップページはこういう感じで、めっちゃリアルじゃないですか。だから MW みたいな、こう現代戦、リアル思考路線で、僕のリスナーさんにはね、もうぶっ刺さるゲームなのかなと思いきや、これ、トップが詐欺です。はい。まあ、ゲーム内のグラフィックはひどいし、あと銃声とかってのも PUBG からパクったりと、あとまあ銃の名前も H&K ヘッケラ&コホの416じゃなくてコホ&ヘッケラ416みたいな感じで、もう若干変えるといったまあ濃すい感じのゲームとなっております。なのでまあ今海外では星2か星3ぐらいっていうね、まあ珍しい感じですよね、 PS4 の方では。はい、という形でキャンペーンと、これなんだろう、マルチかな、これもマルチかな、いやまあという形でキャンペーンがあったりとかするんですよ。まあ一旦じゃあマルチじゃなくてキャンペーン見てみましょうか。はい、あーブートキャンプ、あ出た、これほら、これもさ、コールオブデューティー MW の最初みたいな感じで、トレーニング場から始まるんですよ。うわーマジか。ちょ見るじゃあ。いやこれそういや PC でやったよなここ。うん、まあ、パクリゲーではないんだけど、だからね、なんかその PC でよくあるそのパクリゲーというか、なんかあーなんかこんな感じの500円ぐらいのゲームねみたいな感じのやつが、PS4 で来てるんですよ。ほらグラフィックひどくないこれ。うん、見てほら、てかさ、もう食い込むやん。待ってバグった。ああ戻った戻った。もうこの段階でさ、もうグラフィックというかひどいよね。ほらもうこの段階でひどいってマジで。よし、ということで、あー乗り越えてと、はい、しゃがんでと、わあ登るパターンかな、お、ジップライン、いやーもう持ってるところ違うって、しかも素手でやるんかいっていう、いやーこれひどいっすね。 PS4 でよく出したなこれ。あー水ね、はい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 、なんかぬるぬるすぎて逆に酔うっていう。おー出た出た出た、ちょっと MW っぽくないですかこの感じね。まあ、こじつけだろうけど、ちょっとなんかこのね、トレーニングの感じっぽいよね。この左側に森があってみたいな、でこ左の方をさ訓練場があったりとかしたんですけど、まあ、一応こんな感じですね。でこれもさ結構人がひどくて、あいや結構モデリングされてんな、当時結構ひどかったんだけどね。まあ、それでもちょっとほらこのヒゲの感じ、マーカーで塗りつぶされたみたいな感じじゃないですか。わぁ、よー PS4 これ許可したなって感じですよ。すいません。ちょっとね、今頭痛が痛いって感じなんですけど、これね、よくよく見てみたら、見てください。ほら、セレクトはキャンペーンって書いてあるじゃないですか。だから、マルチがないんですよ。そう。もともと PC ではちゃんとマルチがあったはずなのに、PS4 ではなくなっていると。で、PC の方でしゃーなしね、そのマルチ本来こういう感じなんですよっていう形で、PC 起動してみたんですよ。久々にこのゲーム。そしたら PC の方は、なんかベータ版になってて、マルチの方が。だから別のアプリケーションでインストールしてねみたいな感じになって、インストールするじゃないですか。そしたらインストールした先で、今この期間限定でベータは今やってないんだよみたいなこと書いてあったんよ。はぁって感じじゃん。そうだから今マルチができないんですよこのゲーム。でもうしゃあなしね、いつじゃあベータそのマルチが解放されるのかって見るために公式のコミュニティに入るじゃないですか、ディスコの。入ったら入ったで今度なんかNintendo Switch でこのゲーム出すよ行こうみたいなこと書いてるんよ。いや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 みたいな、まずマルチを出せと思いません？っていう形で、こちらのゲームは、ちょっとね、まあ、なんでこんな低評価ついてるのかっていうのが、分かった気がします。はい、一応こちらがゲーム画面ですね。まあ、ちょっと画質はいいよね。まあ、とは言ったものの明るいだけであって、まあ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  PC って感じの画質かなと。はい、で一応このゲームね結構すごいところがあって、こういう形でアタッチメントがすぐほら取り外せるんですよね。多分これ MP5K かな。うん、こういう感じで MP5K があると、でリロードするとこんな感じ。はい、いいっすね。うん、ガシャコーンと。で、もう一個がこちら。これ、ウーズィーかな？ウーズィーちょっと眺められないね。多分、ウーズィーだと思う。なんか、まあ、ミニウーズィー的な感じだよね。マイクロウーズィー的な。で、これがベレッタかな？どうなんだろう。まあ、こういう形でサプレッサーつけて、レーザーサイトもつけますよと。チュン！リロードすると、こんな感じ。はい。まあまあ、悪くはないよね。なんかほんと PC ゲーって感じ。1000円とかで売ってそうな PC ゲー。これ、クソなところがアタッチメント毎回外れるんだよね。武器変えたら。これなんとかしてほしい。ははは、登り方がマジで PC のクソゲーなんだよな、これ。で、開幕ここに敵がおるから、ちょっとバレないようにって、一応ディーンできますね、こういう形で。おらへんな。さあ、潜入成功。さあ、扉を開ける前に一回クリアリング。あ、ちなみにここに、ベネリーかな、これ。ショットガン落ちてますね。ちょっとマックさんと変えよっかな。マックじゃない、これウージーか。変えましょうか。よし。開ける。オープン。潜入操作。敵開け 1! は？しないへん、あいつ。おい、ショットガン2発食らって死なへんとか、コールオブデューティーで硬いやん。おるか？死体ですね。オッケーオッケー。あ、2人おったんか。リロード。あー、リロードいい。おしゃれ。お瞬間移動してきた。瞬間移動、瞬間移動。ちょ、お前ら。ちょ、さすがに草生える。まだおるやろ。扉閉めよう。これひどいなあ。これ 74U かな。これは、クリンコフさんですか。武器どうやって拾うの？あ、拾えた。
イエーイ。他武器は？あ、 AK47。 あーが、ラグ。なんでオフラインでこんなラグいの。よし、リロード。あー、リロードいいね。敵他おる？もういないか。あー、武器はそこそこありそうだね。うん、これはショットガンで AK47。 あー、ウーズイか。なんか書いてある。まあ、頭の悪い僕には分からない。ああ、AK いいね。これ、アタッチメントは？あ、サプレッサー一応つけれるのか。AK 通過を。で、あと、結構面白いことに、よいしょ、こちら、ナイトビジョンがあるんですよ。ほら、どう？みんな。ははは。だから、夜マップで多分これ使うって感じなんだろうね、ミッションで。で、あとはこういう形で双眼鏡があります。はい。メタルギアっぽさはあるよね、なんか。あ、敵おるな、あそこ。逆位置！よし。黙らせる。またあいつめっちゃ速いやん。移動速度半端ないって、あいつ。なんか一昔前のファミコンみたいな動き方するやん、お前。これは PS4 ひどいなぁ。キャンペーンだけのこのグラフィックガスとかやりたくねえ。おらへんなぁ。あ？どこ？うわ、そこ角待ちか。こんにちは。まだおる。動き方草生えるんだよなぁ。おー、スカーだ。スカー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 さんあるよ。オッケー、お疲れ。スカー拾いたい。こいつか。これスカー H だね。しかも色若干タンカラっぽいし。おー、スカーのアイアンサイトだ。やん。あ、お疲れ。死ね。よし、リロードする。あーふリロード。これちょっと草生えるね。あ、ここら辺からスカーが落ちてるって感じね。あ、スカーめっちゃつけられる。サプレッサーにレーザーにフラッシュライト。あ、サイトもつけれんじゃん。いいね。あ、けどホロサイトしか使えないのか。リロードすると、こんな感じ。いいっすね。おった。こんにちは。右からも来てんな。死ねー。こっちから来ると見た。絶対こっちから来ると見た。来い。あいしょい。あのさ、下げ弾みたいなことしたよね、こいつ。さっきの。あいしょい。なんださっきの動き。もう一体どっかにおるはず。どこや？あ、死んでいってるわ。は？角待ちかよ、お前。よし。お前の銃交換や。おーるおるおる。わあ、レーザーサイト使いやすい。これはウーズイか。は？終わった。え、しょうもな。ちょ、待って、レベルってそもそもなんなん？なんか終わり方あっけなくない？ただね、目的に達成してみたいな、なんかスマートフォンクオリティやん、こんな。いや、なんやったら全然コールオブデューティーモバイルの方がクオリティ高いよ、こんなんやったら。うわあ、これはひどいなぁ。わ、MP7 っすね。で、次は、ショットガン。あ、デザートイーグルかな？ちょ、なんでお前こんなシルバーな。うわ、弾ひっど、これ、グラ。見て、ほら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 。中の弾ひどいな、これ、グラフィック。ああ、結構つけれるようになってる。レーザーサイトと、サイトが、リフレクレッドドット、英国ホロー。まあ、こういう感じね。ショットガン何これ？あーね。ショットガンも変えられるのか。からあれだね、森の侵入ミッション的な感じだね。いいじゃん。サプレッサーつけてこうぜ。まあ、画質、なんか明るいからまだマシだけど、普通にひどいよな、俺。PS4 で出せるかって言って逆にチェッ。そこです。そこです。お疲れ。結構敵硬くね？中は。逆にチェッ。シングル。死ねえ、腰打ちだ。お前ら武器は？スカーか。あ、どういうこと？あー、これさ、ちょっとディアル思考でさ、これ1、2って書いてあるじゃん。これ無限リロードできるんだけど、これマガジンごとの弾がちゃんと決められてるって感じですね。さっきフルで30発打ち切ったから、次が15発のマガジンがあるという。そう。で、もう一回リロードするとこれ23発っていう、なんか無駄なところからディアル思考。は？どこ？デザートイーグルが火を吹くぜ。おった。死ね！デザートイーグルだ！おー。あー、なんかけど、これポイントがあるんだ、ほら。ね。C4 どこかで仕掛けろーみたいな。で、トレーラーで逃げろーみたいなことも書いてますよね。はい。こういう形でそのポイントが表示されるっていうのは非常にいいポイントだとは思うんですけど。言っていい？飽きた。はははは。マジ病的に飽きたんだけど。本当にこれやばいな。いや、マジで何がつまんないかって、もうこのなんかミッション。なんか武器もそうだけどさ、すげえ操作しづらいもんな。死ね。お疲れ。は？お、起き上がってきた。なんでお前そういうなんか、ちょっと、根性見せてくんの？お前のスカート交換しよう。な。は？あ、C4 が浮いてたんだけど。これで、次 B 行って、仕掛けて、みたいな。いや、これはマジでつまんないな。いや、マジ、2020年で一番つまんなかったかもしんない。はい。ということで、今回 PS4 で新しくね、リリースされた、
ビヨインドエネミーラインズ2。やらせていただきました。まあそうですね、マルチがあったらまだまあなんか紹介のしようというか、まあこういうところ面白いよねみたいなことできたんですけど、キャンペーンに関してはまじ劇的のクオリティの低さなんで、正直なんかこれが海外で荒れてるっていうのがね、なんか納得できる作品でした。はい、ということでこれからもね、新作 FPS とかいろんなゲームね紹介していこうかなと思いますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。